はい、元バイク屋のフォアグラさん、略してバイアグラさんです。こんにちは。さて、今回は新車当時はあまり人気はなかったんだけど、出来が良くて今低価格で入手できるバイクを紹介しようと思います。このようなバイクって意外とあるんですよ。いいバイクだったら売れるはずだろって思うかもしれませんが、必ずしもそうではありません。出来がいいバイクなのに同じ時代に有名すぎるバイクが競合車種として存在していたり、当時の価値観には受け入れられずあまり人気が出ないまま不遇な扱いを受けた、こういった車種って少なくないんですね。例えばですけれども、現行モデルで言うと CBR400R、 このバイクスポーツバイクでありながらツーリングにも使いやすく、すごく出来がいいんですが、同じクラスの忍者400に比べると車重が重く、スペック的には後塵を拝しています。しかし、先ほど言ったようにツーリング性能は高く、トータルバランスでは決して負けていません。さらに弟分の CBR250RR も大人気で、同一メーカー内にも競合があるような状況です。そのせいか中古では割安感があり、狙い目の車種の一つなんですね。今回はそんな狙い目のバイクを紹介していきたいと思います。それでは今回の内容です。まず 250cc クラスから2台のバイク、他にもこのチャンネルで過去紹介してきた割安感のある狙い目のバイクについても提示します。次に 400cc クラス、この400というのは実は隠れた名車がすごく多いクラス。日本独自のガラパゴス規格ということもあり、日本の道路にマッチした使いやすい、乗ってみると満足度の高い車種っていうのを紹介していきます。そして最後、大型では過去40万円台で買えるバンディット 1200S を激推ししてきました。言ってみれば鈴木が作った CB1300 スーパーボルドール、同年代同程度のスーパーボルドールの約半額で買えてしまいます。そんなよくできた子なのに安いという狙い目の1台を紹介します。それでは早速紹介していきましょう。はい、では紹介するのはまず 250cc クラスから。このチャンネルでは過去にこんなバイクを紹介してきました。一気にさらっと解説しますね。まずは10万円台から選べるヤマハのグランドマジェスティ。これはツーリング文化の盛んなヨーロッパから日本に持ち込まれたビッグスクーターなんで、日本のマジェスティよりも高性能な DOHC エンジンやインチアップされたホイールを装備します。ただ、スクーターイコール街乗りをカスタムして楽しむものっていう日本の文化にはマッチせず、あんまり受けませんでした。今ならむしろカスタムされたスクーターはちょっと苦手っていう方や、楽にロングツーリングに行きたいという方にはバッチリ受け入れられそうな1台です。次は20万円台から選べる ZZR250。 90年代初頭から2007年まで生産され続けたスポーツツアラーです。このバイクの後継モデルはあの忍者250。スポーツというよりはツーリングに振ったスペックなんで、絶対性能としては忍者にはかないませんし、キャブレター仕様というところも好みが分かれますが、ロングセラーということもあって中古パーツも比較的出やすく、ツーリングに使いやすいフックや大きなシートはむしろ忍者よりも優れているポイントです。現在新車販売されている250クラスではツーリングに特化したスポーティーなモデルはないので、ツーリングの中でちょっとスポーティーな走りも楽しみたいんだよなっていう方は、この ZZR250 を狙ってみるのはいかがでしょうか。そして今回新たに紹介する中で特にプッシュしたい2台、それは KLE250 アネーロと CBR250R ですね。まず KLE250 アネーロ、あまり聞いたことがないという方も多いと思いますが、これは今お伝えした ZZR250 と同じ35馬力の並列2気筒エンジンを搭載したアドベンチャーツアラーなんですね。まあ現代でいうところの V ストローム250に忍者250のエンジンを乗せたようなイメージです。当時はアドベンチャーツアラーという呼ばれ方はしておらず、デュアルパーパスと呼ばれていました。舗装路から未舗装路まで走れますよっていうツーリングモデルなんで、まさに今でいうアドベンチャーツアラーと近いものですね。正直見た目は少し時代を感じるデザイン、そしてカラーリングではありますけれども、今まさに人気があるジャンルなんですよね。今現在新車で買うことができる V ストロームは24馬力しかなく、高速道路はやや苦手と言えますが、35馬力を発揮する KLE のエンジンとカウルはライダーを快適に目的地へと運んでくれます。ただし完走重量160キロと250にしてはやや重め、160キロだったらそんな重くないじゃんって思われたかもしれませんが、当時は完走重量で重さを表示していました。この完走重量というのはガソリンやオイルといった油脂類なんかを除外した重さなんで、実際にはもっと重いということになります。まあとはいえ250クラスですんで、個人によって感じ方の違いはあるものの、さほど気にするほど重くはないと思います。当時はネイキッドやスポーツモデル、アメリカンなどの方が圧倒的な人気があった時代だったんで、あまりこのバイク多くは売れなかったんですが、今時代がこのバイクのコンセプトに追いついたと言えるんじゃないでしょうか。まあ中古市場に出回っている個体数も少ないんで、興味のある方は早めに手をつけておきましょう。そして最後に紹介するのは CBR250R ですね。この CBR250R というバイクは複数あって、
って80年代後半から90年代まで販売されていた MC17、MC19 という4気筒のモデルと、2010年から17年まで販売された MC41 という単気筒のモデルです。今回紹介するのは割と最近の MC41 の方。こちらは単気筒のエンジンを搭載していて、当時250スポーツといえば並列2気筒という時代に生産されていたため、ライバルの忍者250や R25 の陰に隠れてしまい、いまいち評価は高くありませんでした。しかしながら、このエンジンは非常に優秀なエンジンなんですね。ボアストローク比はホンダのスーパースポーツのフラッグシップ CBR1000WR と同じなんです。イメージとしては 1000WR のエンジンの4分の1、1気筒を持ってきたようなイメージなんですね。さらに前期後期を問わず全燃式でインジェクションを装備し、水冷 DOHC ということもあり、2気筒スポーツであった GSR250 や現行の GSX250R などよりも高い出力を発揮するんですね。このエンジンは本当に出来が良くて、調整をして後のレベルの250やCRF250 シリーズなんかにも搭載されています。さらに車重は164キロしかなく、その軽さにより峠道もひらひらと軽快にクリアしていくことができます。またその軽さゆえ、絶対的なパワーはなくても必要十分な走行性能を持つんですね。まあ、馬力だけを見ると一見見劣りするんですけれども、実は意外と走れますし、ロングツーリングにも使いやすいモデルなんです。価格も安いものでは20万円前後から選ぶことができます。忍者250や R25 と比べると地味なイメージかもしれませんが、初心者におすすめできるモデルでありながら、クロート好みとも言える1台かと思いますね。では次は400クラス。近年価格の高騰が著しく選定は困難を極めましたが、それでも何台か狙い目の出来のいい車種っていうのはありますんで、紹介していきましょう。はい、では400クラスの紹介をしていきましょう。まずは過去動画のおさらい。以前から紹介してきた中で特に推したいのはこちら GSR400 ですね。この GSR400、 軒並み高騰している4気筒ネイキッドの中で唯一と言っていいほど値上がりをしていない車種なんですね。それでいて性能はトップクラス。年式にもよりますが、61馬力を発揮するエンジンというだけでなく、スーパースポーツ譲りの光合成アルミツインスパーフレーム、センターアップマフラー、全燃式でインジェクションを装備と抜かりなしなんですね。そもそもこの GSR400 というのは海外で GSR600 として販売されていたものを、日本の免許制度に合わせて400のエンジンを搭載したもの。この GSR600 というのはあのスーパースポーツ GSX-R600 のエンジン、98馬力のパワフルなエンジンをギア比だけ変えてほぼそのまま乗せたスーパーネイキッドなんですね。そんな600クラスの中でもすごいバイクのエンジンを400にしたっていうものなんで、運動性能が高くないわけがありません。はっきり言って400のエンジンには過剰装備と言えるぐらいのフレームや足回りがおごられてるんですね。そんなすごいバイクなのに中古価格はかなり控えめ。デザインの好みが分かれるからっていうところではあるんでしょうが、少なくとも性能と価格で選ぶんだったら間違いなく4気筒ネイキッドではこの1台を選ぶべきでしょう。そして2気筒ネイキッドからも2台紹介しましょう。 ER4N とグラディウス400ですね。 ER4N とグラディウス400はどことなく近い有機的なデザインをしてますよね。まあほぼ同時期のモデルですので必然かもしれませんね。まあ、この2台も今価格高騰している400ネイキッドでありながら全然高くなってません。4気筒よりも軽く、さらにパワーバンドをうまく使ってコーナーから立ち上がる時の面白さという点では4気筒にないものがあります。やはり今価格が高騰しているのは丸いヘッドライト、オーソドックスな形をした4気筒ネイキッドばかりです。現在でも2気筒のネイキッドは Z400 がありますから、あまり中古の価格が上がっていないのかもしれませんね。まあ、ちなみにこの2台エンジンの性能は大きく異なります。 ER4N は44馬力であるのに対し、グラディウス400は55馬力もあります。安い個体はどちらも30万円前後から狙うことができますが、自分的にはグラディウスの方が面白そうかなと思いますね。まあ、出力が高いというだけじゃなくて、素直に回る並列2気筒よりも V ツインエンジンの方が個人的に乗り味が好みっていうのが理由ですね。先日まで自分もドゥカティモンスター1200に乗っていましたが、同じ90度の L ツイン好きなんですよね。これまあ売っちゃいましたけどはい、そして次に紹介するのはアメリカン、川崎のバルカンですね。このバルカンの最大の特徴はハーレーのようなダンダランダンダランっていうね、こういった三拍子のアイドリングを再現できるっていうこと。見た目にも迫力があって、大型と並んでも全く見劣りしません。特にディープフェンダーを装着したクラシックは重厚感がありますね。ただドラッグスターほど売れた車種ではないんで、カスタムパーツの選択肢は少なめです。そんなに派手なカスタムはしないよっていう方や、すでに好みのカスタムが施されている個体と出会えたらもう最
最高ですよね。今400クラスのアメリカンは生産されていないという信じがたい状況ですんで、中古から選ぶしかありません。今新車で買うことができない分、中古の400アメリカンは軒並み価格が高騰しています。特にドラッグスターやシャドウなんかでは顕著ですよね。ドラッグスターで程度のいいモデルは100万円を超えるものもあります。そのような中、このバルカンは年式、距離にあまりこだわらなければ30万円台から選ぶこともできます。特別何か問題がある車種っていうわけではないですし、むしろ同程度の価格帯であったとしても、個人的に400アメリカンを1台選ぶんであれば、自分はこのバルカンを選ぶでしょうね。ちなみにこんなバルカンドリフターという派生モデルもあります。このドリフターは価格高騰しちゃってるんですけどね。どうです、こんなカラーリング、外観は今までのアメリカンのイメージを覆す面白いものですよね。注目度も抜群だと思います。それでは最後、大型の狙い目バイクを紹介していきましょう。はい、では大型についても紹介していきましょう。大型に関しては中型以上に個性が強いモデルが多いんで、悩ましいことこの上ありません。今までチャンネルで紹介してきたのはバンディット 1200S。 これはビッグネキッドであるバンディット1200にハーフカウルがついたモデル、まあ言ってみれば CB1300 スーパーボルドールの鈴木版です。それでいて40万円程度から狙うことができるという驚愕の相場なんですね。ただこれは今までもう散々おすすめしてきました。また先日公開した格安ツアラーモデル紹介動画でおすすめしたのは初期の FJR、 高性能なヤマハのフラッグシップモデルでありながら50万円前後から選ぶことができます。今回はこのバンディット 1200S や FJR 同様、とてもよくできたバイクなのに安く買えるっていう車種紹介します。それは FZ8S、まあ、フェザー8っていうモデルですね。このバイク 800cc のエンジンではありますが、なんとベースになっているエンジンはあの YZF-R1 のもの。ボアのみを小さくして、ストローク量はそのまま変えていないため、相対的にはロングストロークのエンジンとなっています。ただしそれでもボアは 68mm、 ストロークは 53.6mm ですので、まだまだショートストロークと呼べるエンジンです。もともと不快な振動が少ないエンジンである上、ややロングストローク寄りに変更されていることから程よいトルク感も感じられ、結果的にツアラーモデルとしての完成度が高められてるんですね。まあ、それでいてその気になれば走りも当然いいわけです。このバイクは正直目立たない存在、悪く言えば地味なバイクかもしれません。 800cc という排気量も中途半端と思うかもしれません。でもこれはクロート好みの完成度が高い、よくできたバイクなんですね。高い運動性能、高いツーリング性能、はっきり言って火の打ちどころはありません。何でもできるバイクです。全てが高次元でバランスがいいアッパーミドルクラスってやつですね。まあ、イメージとしては CB400 スーパーボルドールをそのまま大きくしたようなイメージ。もちろんパワーもフレームも足回りも全てが強化されていると考えてください。100点の項目はないんですけれども、全ての項目において80点以上を取ってくれるってイメージですね。実はこのバイク、この動画を今編集していただいているあゆはなさんが最近購入されたバイクでもあります。さらに自分の個人的な友人でもあり、北海道の飲食店や観光地の紹介をしているチャンネルを運営する気ままな親父さんにも勧めて実際に購入されました。あまり新車で数多く売れているバイクではないんで、中古相場もかなりこなれていて、中古車として買ううまみがたっぷりですね。ただその分全国的にも在庫の台数は少なく、選択肢は決して多くはありません。高性能でありながら初めての大型としても比較的扱いやすく、最近のストリートファイターのデザインは尖りすぎて好きじゃないっていう方、実用性も走りも妥協したくないという方におすすめしたいですね。そう、お気づきですか？紹介したお得なバイク、バンディット 1200S、FJR、FZ8S、 全てがツアラーモデルなんです。今このツアラーモデルは割安感のあるモデルが多いです。CB1300 スーパーボルドールなんかは相変わらず高い値段がつけられていますが、同等もしくはそれ以上の性能を持っていたとしても、ずっと安い価格で購入できるモデルがあるんで、低予算で大型バイクを探しているという方、このジャンルは調べてみる価値があると思いますよ。というわけで今回はよくできたバイクなのに手に入れやすいモデルというのを紹介しました。もし乗り換えるっていう場合は、下取りに出す前にぜひ無料のオンライン査定を利用して査定価格を調べてから持ち込むようにしてください。バイクの査定は競合させないと高い買取価格は出ません。オンライン査定という時点でもう複数社の競合入札であり、高い査定が出やすいんで、下取り査定の前に価格を出してもらえれば、それ以下だった場合にも交渉することができます。お店のいいねで下取りに出すのではなく、この一手間をかけるだけで20万円以上価格が上がったっていう報告も複数受けています。この動画の概要欄にリンクを貼ってありますんで、ぜひうまく利用してください。そして毎週木曜19時より音声配信アプリにてライブも行っています。このアプリのリンクも概要欄に貼っておきます。それでは今回も最後までご視聴いただきありがとうございました。